豊島九段が1勝を返す。に対するネット民の反応。藤井聡太名人8冠が豊島正幸九段の挑戦を受ける。将棋の第82期名人戦7番勝負第4局が18、19の両日、大分県別府市割烹旅館もみやで行われ、先手の豊島が95手で藤井を下し、シリーズ対戦成績を1勝3敗とした。第5局は26、27日に北海道紋別市ホテルオホーツクパレスで行われる。ストレート阻止と豊島をめ、藤井絶不調。これは山崎大チャンス。藤井戦という長いトンネルを抜けた。豊島おめ、紋別町おめ、承知した人今頃狂気してるでしょこれ。ここから豊島の快進撃が始まる。13連敗阻止おめ、豊島一つ勝てたか。勝つにはやはり序盤からリードしてこそだね。おお、今年度の藤井の勝率かなり下がったか。今期の対戦成績は4勝3敗。勝率は5割7分1厘みたいよ。レーティング的に勝率85だから4勝1敗だと番勝負でレーティング下がっちゃうな。豊島もったいないな。第1局とか得意の構想力が必要な力戦にして優位になってたし、名人ダッシュできてもおかしくないシリーズだったのに。1局目も勝ててたら2-2ですごい面白いシリーズになってたかもな。お疲れ様でした。1局なのに3局くらい見たような気がする。100手もかかってないのに。藤井の中でもワーストクラスの出来かもしれん。いよいよ栄養が怪しいなこれは。今年6連敗からの初勝利が藤井相手とは、やっと一つ報われたな。ずっと対藤井だけを考えてたんだろうし。やっぱ3手目の端歩で固まってたし、めっちゃ準備してたんだろうな。豊島おめ。中盤の手に戻ったら急に精度上がったな豊島。最近の藤井の将棋には、神の一手も AI 声もない。藤井の指し手が冴えない。謎の体調不良でなければ良いが、名人戦はさすがに大丈夫だろうけど叡王戦がやばい。伊藤匠対策してる暇がなくなった。これで不調、不調と言われてしまうレベルだから大変だよな。タイトル質感も経験、と言ってしまうのは変だけど、タイトルホルダーを一人で背負う大変さが体調やらメンタルなどに来ている可能性があるのかも。波の超一流棋士になってしまったか。ただの八冠というのも変だがそういう表現が合うわ今の藤井は。まあなんていうか一時期ほどの圧倒的って印象はなくなったな正直。聡太は去年が調子良すぎたんだろうな。羽生さんが七冠取った時みたいに、藤井も人間ってことかな？問題はこのスランプがいつまで続くかだけど、序盤に6合計を跳ねることができた特攻のマサの勝利。豊島、レーティングが一気に14近く回復してしまう。こんだけレート差あってもそんなもんなのか。30くらい上がるかと思った。豊島もう一回勝つと日程もあってもっと面白くなるんだよな。叡王戦が間延びしすぎ。4月に始まって5局目は6月でもう棋聖戦も始まってる。次も豊島が勝ったらタイトな日程が全部連動してきて、糸タク豊島山崎のジェットストリームアタックをまともに食らうことになる。紋別って何があるんだ有料は終わったし。神の爪のオブジェ。愛知県から紋別へのルートマップ調べてみたら、前夜祭考えると1日でたどり着かなくて草。どんだけ卑怯だよー。紋別は飯に気合い入れてると聞くからよかったね。深浦はマジで藤井キラーだな。深浦が関係すると藤井の負ける確率めっちゃ高くなるやん。叡王戦糸タク初勝利も解説深浦だったっけ。豊島は深浦を自費で紋別まで招待しよう。おいおい山崎犠牲マジである流れやん。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。